では、やりましょう。入社挨拶で即戦力なナイススピーチ、大賀くんよろしくお願いします。皆様、ま、どうも。話を聞いてください。私今日から新入社員として入り、新入社員の方の挨拶が始まります。一度手を止めて聞いてください。手を止めて聞いてください。じゃあこれ後でやっといて、はい、よろしくお願いします、ね、私新入社員の荒波大賀と申します。おい話聞け。この件でクライアントさん何言ってたか、でもなるべく早めがいいって言ってました。あ、なるほど、はい、なんだこの会社は。話聞かっつったんだろ。パソコンが君なんで戻してくれたんだ。パソコンないと仕事できない会社なのかよ。ここはよ。おい、これが今大切な名誉会社ロベル先輩の今。おらやだ、パソコン何してくれたんだ。おいお前だ。こんな会社、おい社長止めてください。社長だ、あんたが社長か。こんな会社おい先輩、ロベル先輩、おい、はいはい、頑張ってください。燃えてロベル先輩、はい、こちら殺さんの予告です。はい、うわあ、はい、ありがとうございます。強い、はい、あ、本当ですか先輩。結構そうっすね、受注今からだと。先輩大変なことになってます。もう来てどんぐらいがいいですかね先輩。こう出てます。結構やりたい、先輩出てます。やりたいことにもかかってくると思うんですけど。先輩倒れてください。多分もうダメです。来月あたりには出せるかと思いますので。先輩出てます。それで詰め立ててもらいます。はい、あ、じゃあ荒上くん、あれ一応お茶出ししといて。はい、ありがとうございます。ありがとう。はい。こう終わってる？あー楽しかった。終わってんのかこれ。ナイススピーチかなこれは。ナイススピーチ、ナイススピーチ。よかったか。いや、よかった、無事に仕事は終えられたから。いや、まあ、うん、いやでもなんか尊厳が全部失われたやつだ。本当に、うん、そんなことなかったと思うけどね。新しいコラ素材ができた。まあなんかあと多分めちゃくちゃそのツイッターにジフが上がってる気がする。あ、そんな気がするんだろうね、うん。